皆さんこんにちは。いよいよ第5回不思議のダンジョン RTA フェスが始まりました。最初の作品はトルネコの大冒険2です。奏者のモズと申します。よろしくお願いします。早速始めていきたいと思うのですが、まずとあるバグの仕込みをさせてください。アイスコア画面を開きます。はい、これで OK です。今回は、解説の方をお呼びしています。解説のわからんさん、よろしくお願いします。はい、解説のわからんと申します。よろしくお願いします。とじゃ あ早速ですが開始していきたいと思います。まずは名前を入力して、でこの名前を入力して終わりを選んだ瞬間がタイマーのスタートのタイミングとなります。準備はよろしいでしょうか。はい、バッチリです。はい、では5カウントでいきましょう。はい、それでは5、4、3、2、1スタートです。はい、では開始しました。本作は、スーパーファミコン版トルネコの大冒険の続編で、プレイステーション版のトルネコの大冒険2でございます。今作は、前作で幸せの箱を手に入れてから半年後が舞台となっております。冒頭で、先ほど出てきた謎の老人が訪問してきて、家に飾ってある幸せの箱を見て、このままではいかんと独り言を残して出て行ってしまいます。しかもそんな中、村の外が不思議のダンジョンになってしまったというおじさんが現れて、いやこれは困ったなということで、まずは王様に相談するために、トルネコが、お城に向かうというようなシーンとなっております。というわけで、武器商人トルネコがお城に向かいます。武器商人トルネコ、なんか姿が変わって見えるのは私だけでしょうか。ということで、これが今作の目玉バグ1号、はじめから転職です。本来、トルネコって商人なんですけれども、しかもこういう魔法使いとか戦士っていうのはクリア後の要素なんですが、実はあらかじめ転職したセーブデータを用意しておいて、ゲーム開始前にハイスコア一度見てから、はじめからでスタートすると、なぜか転職した状態で始まってしまう。で、おっと、強いぞ。はい、まあいろいろ話していくことあるんですけども、まあこのように本当はクリア後の要素である魔法使いを初めから選択することができるという技を使って今回は攻略していきます。で、先ほど覚えたレミーラという呪文が非常に強力で、ちょっと説明が追いつかないんですけども、このレミーラという呪文は使うとマップの構造が分かるようになります。階段の位置も敵の位置も分かるんで、もう完全に爆ハードですね。もうめちゃくちゃ速くなりますね。ただ結構覚えにくいので、まあ、できれば何回も覚えてほしいんですけれども、もう完全にお祈りですね、これは。で、魔法使いの、要素についてお話はちょっと後にして、まずはこのちょっと不思議な草原なんですけども、ここは3回で終了するので、まあそろそろ終わるでしょうね。敵も弱いので、魔法で一発です。で、まあ、導入ダンジョンなだけあって、アイテムを拾うとその都度説明が入ってしまうので、なるべく拾わずに進んでいきます。というわけで、とりあえず、はじめの、ちょっと不思議な草原をクリアして、お城にたどり着きました。まあ、王様も、事態は分かっているようで、引き続き様子を見てほしいということで、トルネコは家に帰っていきます。で、魔法使いという職業は、まあ、名前の通り呪文を使うことができます。また他の呪文はレベルアップでランダムに覚えていきます。で、初期呪文はメラとメガンで覚えており、まあ、メラは HP を消費して正面の敵に10ダメージ固定ダメージを与えるというもので、メガンテというのは使うと自分が倒れるかフロアの敵を全員倒すかという、まあ、博打呪文となっております。で、本来ドラゴンクエストといえば呪文はマジックパワーを使って、使うものなんですけども、今作そのマジックパワー MP というものがありませんので、
代わりに HP を消費して呪文を使います。ただ、どんだけレベルが上がっても、殴った時のダメージがレベル1相当で、しかも武器と盾と矢が使用できないというかなり重い制約がかけられています。他にも、弱点がいくつかあるんですけども、それはまあまだ出番がないのでその時になってからお話ししましょう。ここで、次のダンジョン、屋敷のダンジョンに挑んでおります。階段なかなかいいのでどんどん進んでいってますね。このダンジョンは、矢がたくさん落ちていますが、魔法使いは先ほど述べたように矢が使えないので、まあ、ほとんど使い物になりません。基本的にさっさと降りていってしまって6階にいるボスを倒すのが目標となります。レベルアップしたが何も覚えない、これはちょっと厳しい展開になりそうですね。で、3階までは敵が弱いんですけども、4階から急激に敵が強くなります。今使っているメラは10ダメージ固定なんですけれども、敵の HP が10を超えると一撃で倒せなくなってしまうので、なるべく角を使って先制を取りたいところ。次のフロアに出てくる敵は HP が10を超えていますので、まあ、場所によっては一発もらってしまうという状態になります。だけど4回ですね。おっと、敵がいます。ブラウニーも HP10 を超えているので、一発もらっちゃいましたね。ブラウニーは無駄行動をするので、あっと、覚えた呪文がバギクロスと、なんかすごく強そうな呪文ですね。今作は呪文いろいろ覚えるんですけれども、まあ、強さによって消費 HP が異なります。バギクロスは、まあ、名前知ってはご存知の通り、バギの最上級呪文ですので、消費 HP もその分かなり高め。今の HP だと唱えることさできないでしょう。という感じで、ランダムで呪文を覚えて、しかも、今の状態だと到底使えないようなものまで覚えてしまうので、かなり運要素が強いです。なるべく序盤で打てて、しかも、コストパフォーマンスのいい呪文を覚えてくれるということはもう完全にお祈り要素でございます。で、ちょっと慎重に歩いておりますが、この段の敵すごい強いので、先制もらうと多分倒されてしまいます。なので、なるべく、慎重に進んでいそうですね。草がありますね。あ、いいですね。薬草があります。リリパッドは HP10 なので、メラで一撃です。魔法を使うと HP 減ってしまうので、HP を回復できる手段である、あっと、ファーラットは強い。ファーラット倍速で、しかもトルネコから離れるように動くんですけれども、かなりステータスが高く、殴られると10ポイント以上のダメージを受けてしまう。このマミーもかなり強敵ですが、攻撃外れた。これは嬉しいですね。今回、あと、ボミオスか。ボミオスも消費 HP が大きいですね。前方にいる敵を鈍速にする効果がありますが、今の状態ですと、なるべく敵を倒すのを優先したいところ。で、このフロアに、先ほど屋敷の前に立っていたおっさんがいたんですけれども、そのおっさんが金庫を盗まれてしまいまして、それを取り返してほしいというためにこのダンジョンに潜っておりました。その金庫を持っているモンスターがこのフロアにいるので、そいつを倒して取り返すということが目的でございます。と危ない。が、リリパッドで助かりました。このフロアは固定で部屋が5個ありまして、そのうちの1つにボスが隠れています。なんか厳しいですね。自然回復も最近の、試練シリーズなどでは HP 回復が早くなったんですけど、今作は古いのでまだまだ遅い。あとボスですね。ボスの HP は20なのでメラ2発で倒せます。というわけで金庫を取り返しました。これで屋敷のダンジョンはクリアとなります。ここで、奏者の紹介をしようかなと思います。で、奏者のモズさんですが、今走っているエニーパーセントの魔法使いのレギュレーションでは、自己ベスト53分23秒で世界2位でございます。また、トルネコ以外も RT をやっておりまして、
モンスターハンターや動物の森など幅広いゲームで戦うオールラウンダープレイヤーでございます。実はトルネコの大冒険2の RTA はおよそ8年も前からやっているベテラン選手でございまして、これから先難しいダンジョンに進む中でどのようなテクニックを披露するかについて、ご注目です。で、一方で解説は私わからんと申すものですが、まあトルネコの2、トルネコ大冒険2もやっておりますし、他には風来の試練2の RTA をやっております。まあ、トルネコ2と試練2に通じるというわけでございますね。というわけで、はい、いいですか。はい、ちなみにわからんさんはこのカテゴリーの世界記録保持者です。以上です。はい、いやダメですそんな。いやそれは言わなきゃダメですよ。まあそうですね、うん、私、はいはいはい、先日ちょっとやりまして、現在の世界一は私で50分18秒でございます。というわけで、次のダンジョン、お尻のダンジョンに入ります。このダンジョンを潜った理由は、火事に使う聖なる炎というものが地下の城の地下にございまして、それを火事屋が突き止めて潜ったのですが失敗してしまった。代わりにトルネコに取ってきてくれということで、トルネコが入っていくことになりました。このダンジョンは杖がたくさん落ちておりまして、魔法使いにとってはぴったりなんですけれども、ここで魔法使いの弱点というものが一つ露呈してしまいます。というのは、実はトルネコの呪文は魔法系モンスターに、効かないという欠点があります。例えばメラを魔法系モンスターに放つと1ダメージにされてしまって倒すことはできません。というわけで、その魔法系モンスターが出てくる前にそのモンスターを倒せる杖が出てくれないとかなり苦しい展開になってしまいます。今のところ杖が出ていないので、ですがこのまま4階に住むか悩んでそうですね。メタパリが1個あるのでそれで頑張ろうっていう感じです。メタパリの杖ですね。混乱させる効果があって持続時間も、まあ、10ターン前後ある、10ターン近くあるので、出ましたね。このモンスターが魔法系モンスターの鬼面同士です。こいつはラリフォン杖もありますね。ギリギリ殴って倒せるくらいのステータスなので、鬼面同士の対策は大丈夫そうです。しかし、覚える呪文がちょっと厳しいのが多いですね。メガザルの呪文は本家ドラゴンクエストですと、自分を犠牲に仲間を回復させる効果があるんですけども、本作の場合は、トルネコが1回だけ倒れて復活するという、まあ、予約蘇生の効果になっておりますが、消費 HP が75もあるので、ストーリー中ではまず使うことはないでしょう。で、鬼面同士以外のモンスターも結構厄介なやつが多くおりまして、まず、このスモールグールですね。スモールグールは攻撃を受けるとランダムに分裂することがあります。HP が14もあるので、メラで一撃で倒せないのがかなり厄介。一撃で倒せなかった上に分裂することもあるというので、下手すると沼って何もできなくなってしまうという恐れもあります。鬼面同士は杖で処理します。しかしスモールグールを確実に倒す手段もないのが厳しいですが、分裂はしなかった。スモールグールを一撃で倒せる呪文としては、まあ初期呪文ですとバギーですとかイオがあるんですけれども、この辺もやっぱり覚えるかどうかも完全にランダムなので、しかもレベルアップで何も覚えない、いや厳しいですね。もっと増えてしまった。このように攻撃すると増えてしまうんですよね。封印の杖ですとか雷の杖があれば増える前に処理できるんですけれども、厳しいですね。これはこのまま増え続けると厄介なので、ここは吹き飛ばしの杖を使って後ろのスモールグールを倒すと同時に前にいるスモールグールを処理しました。うまいですね。スモールグールの HP は14なので、吹き飛ばしの杖の5ダメージとメラでちょうど倒せるというわけです。ここで、最終フロア階段目の前にあってそのまま終了です。
化け目的の聖なる炎を無事に採取して帰還します。で、ここは牌を選ばないと無限ループなので注意しましょう。というわけで家に戻って今日あったことを家族にお話しします。ここでちょっと話はそれるんですけども、まあ、モズさんがこのトルネコ2を始めた、まあ、始めたというか、始めたきっかけですが、なんとおばあちゃんに買ってもらったのがきっかけだったということです。私は、どうやってトルネコ2を始めたのかというと、もともとスーパーファミコンの風合いの試練をやっていて、その流れで親に買ってもらったんですね。ただ、私、スーパーファミコンの風来の試練やりすぎて、親にスーパーファミコン破壊されたという悲しい過去がありまして、というわけでその続編であるトルネコ2が出た時はもう狂喜乱舞したものでした。ここで、これまで、アイテムを持って帰ってきても勝手に売られていたんですけれども、それはなんでかというと、倉庫が壊れていて預けられないからということでした。ここで家に帰ってきた時に倉庫が直っているということで、ここから先は拾ってきたアイテムは倉庫に預けて次のダンジョンに持ち越すことができるようになりますが、次のダンジョンは持ち込み不可なので、まあ実質お預けというわけですね。で、次のダンジョンは、このパン屋の青年の悩みを解決するために、お墓の奥にあるパン屋の師匠の墓を向かうことになります。パン屋の師匠の墓にパン作りの秘訣が書かれており、その秘訣を見に行きたいんですけれども、お墓が怖くて一人で進めないということで、一緒にトルネコがついていくことになりました。この墓場のダンジョンは、やはり全6フロアで、今回は、草が多めに落ちているダンジョンでございます。回復する草や、デメリットの効果を与える草など、いろいろ落ちているんですけれども、回復する草が多めに落ちているので、魔法使い的にはかなり簡単なダンジョンでございます。また、お城のダンジョンにいた魔法系モンスターもこのダンジョンでは出てこないので、まあ、サクッとクリアできることでしょう。が、覚える呪文がまた渋いですね。魔法トーンという呪文は、消費 HP10 で、部屋全体に封印の効果を付与します。普通のプレイだと結構強力な呪文なんですけども、このダンジョンだと魔法トーン使えちゃうような敵が出てこないので、実質無駄ということになります。今回は攻撃呪文全然覚えてくれない、ちょっと保守的なトルネコになってしまってますね。ここで、敵が更新されます。お化けキノコは毒攻撃をしてきますが、毒消しを投げると50ポイントのダメージを与えて JK 倒すことができます。またミイラ男は、ゾンビ系でございまして、回復効果がダメージになってしまうので、薬草やおとぎり草を投げることによって倒すことができます。もう一匹厄介なモンスターが出てくるんですけれども、今のところは出くわしていませんね。で、階段も、まあ、難なく見つかって順調そうでございます。あ、出てきましたね。これが軍隊槍で、このモンスターは壁を掘ってトルネコを追跡してくるほか、おっと、ミイラ男が3人同時に、ちょっとここは、ラリフォーで、あ、やり過ごすことにしましたね。今回はフロアの部屋が広いので、簡単に階段が見つかるんじゃないかというような予想だと思われますが、出くわしてしまった上におとぎり草も外す。ここは、そうですね、メラを2回当てて確実に処理することを選んだようです。呪文は必ず当たるので、まあ、HP が許されるのであれば、このように確実な行動を取ることができます。草は投げると外れることがあるので、若干運要素が高めというわけですね。というわけで階段がなんか結構スラスラ出てきて、無事に師匠のお墓にたどり着いてクリアとなりました。
ここでレギュレーションの説明をしようと思います。今回はストーリーの 2% そして過去明治と書いてありますが、日本語で言えばストーリーを何でもいいのでクリアするというのと、加えて職業は魔法使いでやるというようなレギュレーションでございます。でバグとしては初めから転職バグと、トルネコ2では有名な店バグ、それからこの後最後に使うことになる不思議のダンジョンスキップバグというものが許されるレギュレーションでございます。他のレギュレーションとしては、バグなしもありますし、他の職業である商人や戦士でストーリークリアを目指すというものもあります。最速記録については先ほど言ったように、50分18秒が、2% の最速タイムとなっており、バグなしの場合ですと、およそ1時間5分が最速記録となっております。で、次のダンジョンに向かうのですが、ここから先は、アイテム持ち越しができるようになります。だけで火吹山に進みましょう。火吹山は巻物が多く出るダンジョンなんですが、それと同時に、罠という要素が出てくるようになります。試練シリーズやトルネコシリーズではおなじみの、見えない罠が、ダンジョンに仕掛けられておりまして、踏むと様々な嫌な効果を付与していきます。で、魔法使いでは実はこの罠というのは非常に厄介な要素でございまして、特定の罠を踏むと覚えた呪文を忘れてしまうということがあります。忘れてしまう罠としては眠りガスや滅び石などが挙げられます。ルカニとまた使えない呪文を覚えてしまいますね。ルカニの呪文は敵のモンスターの守備力を下げる効果があるんですけれども、トルネコ自体の攻撃力があまりにも低いのでほとんど意味がありません。でこのダンジョン、火山というだけあって炎をまとったモンスターフレイムが登場します。フレイムにはメラが効きませんので、フレームが出てくるまでにフレーム対策のアイテムや呪文を覚えておかないと非常に苦しい展開になってしまいますが、今のところちょっと呪文には期待できそうにないですね。ここはなるべくレベル3まで上げていきたいが、イオの巻物はいいですね。イオの巻物は部屋全体にダメージをばらまく効果があります。フレームくらいであれば一撃で倒せるので、最悪フレームで食わしてもいいような巻物で処理できそうです。で、命の草ですね。この草は飲むと最大 HP が5上がるので、HP を消費する魔法使いにとっては嬉しい。出てきましたね、フレーム。フレームが非常に厄介ですが、ここはイオを使う。これでレベルが3に上がるので、何か異常も覚えてくれればいいんですけども、ラリー法ですか。厳しいな、これは。ラリホは眠らせる効果があって強力な呪文ではあるんですけども、コーヒー HP が確か15ですね。15もあるので今の状態で使うとほとんど HP を使ってしまうという感じですね。しかも回復アイテムを持っていないので苦しい。あとメラミですね。フレームには効きませんが、消費 HP4 でダメージが20とかなり、パフォーマンスに優れた呪文です。フレーム以外の敵にはかなり有効な呪文を覚えたという感じでしょう。フレームは、6階で、6階じゃない、7階で出てこなくなるので、なるべくさっさと抜けたいところですが、フレームそうですね。最悪吹き飛ばしの杖を何回か振って処理するのもありですが、もっと地雷を踏んでしまった。これはちょっときつそうだな。貼り付けの巻物を呼んで、フレームやり過ごすことにしたようですね。もうレミーラの巻物はいいですね。最初にレミーラ手順を覚えたんですけれども、あの効果は巻物として一回だけ使うことができます。
っと貼り付けたせいで通路を塞いでしまっている。これは吹き飛ばしの杖の5ポイントのダメージを何回か与えて処理するのかな。フレイムの HP は結構高いので、あ、また出てきてしまった。メダパリの杖で殴って倒せるか。おそらく10回ぐらい殴らないと倒せないですね。あ、撃破できました。マップ構造も厄介ですね。もうトルネコの大冒険2は最大で14部屋生成されることがあります。あとラス階段引きましたね。しかも地雷を踏んでしまう。ちょっと、あと、しかもフレイムが目の前にいる。うーん、厳しいですね。ここは大きい部屋に引きつけてメダパニでやり過ごす。おっと。厳しいな、うん、が、下の敵は起きてないので、メダパニでやり過ごせそうです。というわけで難所をくぐり抜けましたが、7階からも厄介な敵が出てきます。フレイムのような呪文が効かない敵は出てこなくなるんですけれども、その分敵の HP が高くなって、普通の呪文で GK 倒せなくなってしまいます。また敵の攻撃力も跳ね上がるので、先制攻撃をもらうと結構苦しいが、そんなことは関係なく階段で突破していく。出てきました。このトロルというモンスターが厄介です。このモンスター HP が30もありますので、もうメラミでも倒すことはできません。あ、後ろになんかいますね。トロルがいる。これはどうする？メダパリの杖フルーが攻撃されてしまう。ちょっとまずいですね。もうちょっとハサミ打ち食らったらもうゲームエンドまで見える。一回吹き飛ばしの杖投げてやり過ごす。アイアンタートルは鈍速で HP20 しかないんですけれども、その分攻撃力が非常に高いというモンスターです。通路で出会うと厄介なので、まあ処理するのが正解かなと思いますね。で、先ほど出てきたトロールであれば、そうですね、削れているのでメラミで倒せるんですが、HP 忘れた。こいつもどうでしょうね。5ポイント与えてるので、そうですね。武器投げて調整すれば、20ポイントでちょうど30に足りるでしょう。おっと、危ない。痛いですね。回復手段もなさそうなので、これはちょっと回復せざるを得なそうだが、ここでトロルが来てしまう。自利品ですね。これで11与えたので、メラミでちょうど削れますね。ペイキヒラマか。なかなかいい呪文を覚えないですね。で、ヒラマという呪文は、まあ、ギラの次の呪文なんですけれども、消費 HP が8で、ダメージとしては15から30ということで、まあ、トロルを一撃倒すにはちょっと心もとない威力ですね。厳しい。階段もちょっと良くない。これはもう次のフロアでレミーラ読まざるを得ないかもしれませんね。マドハンドが出ましたね。このモンスターは移動はしないんですけれども、トルネコが隣に立つとしがみつき攻撃をして、移動不能状態にしてきます。また、動く石像というモンスターを、呼ぶことがあります。HP も結構高めなので、捕まらないようにしたいところですね。おっと、カイダウンがいい。先ほどから最後のフロアでカイダウン引けるのはなかなかいい感じですね。というわけで、皮膚山クリアでございます。で、なんか皮膚山の何者かから、光線を浴びて、まあなんか、アイテムを授かりましたね。ちょっと一瞬だったんでメッセージが出てこなかったんですけれども、なんだったっけな。炎のささやきかな。炎のささやきという、
アイテムを受け取りました。このアイテム何に使うのか今のところは知らされておりませんが、まあ、多分大事なアイテムなんでしょう。ここで、この不思議フェスにおいてどうして魔法使いを選んだのかについて、説明しようかなと思います。といいますか、説明を受けておりますのでお話したいと思います。で、まあ、簡単な理由としてはトルネコ2の独自の要素である転職を使いたかったっていうのが第一にあることと、まあ平均タイム結構ブレるんですけれども、覚える呪文で上ブレがあったり下ブレがあるんですけれども、その分上振りを引いた時の気持ちよさがたまらないということで魔法使いを選んだというわけで、選んだようです。他の職業の説明もしておきますと、戦士という職業がございます。こちらはまあ名前の通り、剣や盾を使って戦うんですけれども、戦士独自の仕様として技という要素があります。まあ魔法使いの呪文に対して戦士の技というような感じですね。その代わり魔法と、着物と杖と指輪が使えなくなってしまうというデメリットでバランスが取られております。ここで銀行屋に1万ゴールド以上預けて、世界樹の葉というアイテムを受け取ります。世界樹の葉は持っていた時に倒されたら、1回だけ蘇生してくれるというようなアイテムでございます。まあ、風雷の試練でいう復活の草ですね。この草が、復活の効果以外にも、活用場面がありますので、この迷いの森で持ち込みたいところです。迷いの森というダンジョンは床打ちのアイテムがこのゴールドお金しかないというダンジョンになっております。でお金しかないんですけれども、このダンジョンにはダンジョンのお店というものが登場します。あ、出てきましたね。これにガーゴイルが店主で店が、出店されております。本当いいですね。刃の盾という高級アイテムが出て、ああそうですね、で今回リリミトの巻も持ち込んでるので、おそらくあれをやるんじゃないでしょうか。まずはアイテム売っていいえして、なんか変なこと起きているような気がするが、何ですかねこれ。刃の盾と世界樹の葉を店の外に投げて、でパンを売って、おっと、なんか店主気が変わったのか、商品譲ってくれますね。これがトルネコ2で有名な店バグというものでございます。このようにね、商品を店の外に投げて、なんか適当なアイテムを1個売るんですね。1個売って、で、その後お金を請求されるんですけども、そこで家を選ぶと、なぜか店主がどいて、しかも生産済みになるというバグでございます。非常に強力で、もうぶっ壊れなんてもんじゃない上に有名なんですけれども、まあ今回は 2% でバグが特に制限されてないので、有効活用させてもらおうと思います。で、狙いとしては、ここで、5万ゴールドまで稼ぎたいところですね。5万ゴールド稼ぐと、銀行屋からいいアイテムがもらえますので、それが欲しいところ。で、この作業は、まあ、何回もアイテム売ったり買ったりするので、なるべく高く売れるアイテムが出てくれることが望ましいです。で、世界樹の葉というアイテムは2500ゴールドと高価で売れるので、復活の効果というよりはむしろ、ここで店バグでお金を効率的に稼ぐために欲しいアイテムでしたね。で、さらに、店に刃の盾という、これまた高めに売れるアイテムが置いてあったので、資金稼ぎが加速しているという状態でございます。合成売って1900で足りますね。はい、そうですね。だけどこれでアイテム稼ぎは、お金稼ぎは終了ですね。3万ゴールドを銀行に預けた時に、もらえるアイテムがあるので、それと合わせてちょうど5万になるはずでしょうと思ったら、もう5万稼いでいますね。ここで、リリミトの巻物を使って一回帰って、5万ゴールド預けます。で、まず3万ゴールドの合成の壺ですね。
で5万ゴールで幸せの指輪を獲得できます。この幸せの指輪というのは、まあ、本来ではこの段階で手に入れるようなアイテムじゃないんですけれども、装備すると一旦に経験値が1入るという、指輪でございます。で魔法使いってレベルが上がると呪文を覚えるので、まあレベルアップを加速させることによって、呪文を覚えるというのが嬉しいですね。しかもレベルが上がると HP も伸びるので、まあ呪文のコストである HP も稼ぐことができるということで一石二鳥なんですよね。非常に強力なアイテムなので、ぜひともこの段階で取りたかったということが狙いでございます。おっといいですね、メラゾーマ覚えましたね。かなり強い呪文で消費 HP が6で40ポイントのダメージを与えることができます。非常にパフォーマンスが高い呪文、これは強い。このダンジョンであればほぼすべてじゃない、全員一撃倒せますね。また、迷いの森では魔法系モンスター出てこないので、まあ、メラゾーマが効かない敵も出てこないということで、もう完全に耐久状態になってますね。あとは、まあ、レベルがたくさん上がるので、できればレミーラなどの、強い補助呪文を覚えたいところです。階段はすごくいいですね。ただ、せっかくメラゾーマを覚えてしも、このように罠を踏んで、眠りガスや転び石だと忘れてしまう可能性があるので、まあ、忘れないようにお祈りのほどお願いしたいと思います。このマップも広そうですね。嫌なとこにリリパッドがいますが、まあ大丈夫でしょう。もっと食らってしまった。HP の回復手段がないので、あんまり攻めすぎると結構厳しいかもしれませんね。ちょっと HP7 はまずいですね。ファーラットに先制されたらもう倒されてしまうので。ちょっと回復してもいいかなって感じですね。ああ、いいですね。バギーマもなかなか強力な呪文。まあメラゾーマがあるので使い道はなさそうですが、バギバも、消費 HP が少なめの割に威力が非常に高い上に、トルネコの周り8マス全員にダメージを与えることができるという、非常に強力な呪文でございます。階段がすごくいいので、今回早いですね。おっと、また階段がある。ものすごい早いですね。ただ、この8階ら辺にダンスキャロットというモンスターが出てきます。ダンスキャロットというモンスターは、あ、今出てきましたね。この隣接すると踊りの状態異常にしてくることがあります。状態異常を受けると、また呪文を忘れてしまう可能性があるので注意したいところ。本当に階段いいな、これ。これもしかすると自己ベスト更新もあり得るタイムかもしれませんね。自己ベスト53分ですので、まあ、次のダンジョン次第ですが、もしかしたらあり得るかもしれません。このマップは、部屋が8個あるマップですが、ちょっと嫌な構造してますね。何も覚えない。今回何も覚えないことかなり多いですね。そんなに確率高くないはずなんですが。というわけで11回から敵が変わりますが、ゾンビ系モンスターが主体となります。とまた階段運がいいな。ここにはバーサーカーという敵を勝手に倒してレベルアップする厄介なモンスターがいるんですけども、
と、店は見ますかね。ルーラ層と場所替えの杖を購入しました。これ、店の質はあんまり良くないですね。次のダンジョンは結構魔法系モンスターが多く出てくるので、その対策ができるアイテムが欲しかったんですが、ちょっと今の状況だと揃ってないので、次のダンジョン次第な感じがありますね。どうなら強力な強敵である骸骨剣士もメラゾマで一撃ですね。腐った死体は、盾を錆びさせて弱くする特技を持ってるんですけども、装備のない魔法使いには関係ありません。というわけで、迷いの森を無事に踏破しました。ここでまた、火吹山と同じように、なんか、どこからともなくアイテムを授かります。ここでは、体重の嘆きを受け取りました。嘆きの木ですね。ここで、まあ、今回のストーリーに関わってくる謎の老人が、森で、いました。今回トルネコの目的は王様から命じられて謎の老人を追いかけるということでしたが、謎の老人は、特に逃げることもなく、簡単に捕まってくれました。ここで、今回の、老人の話なんですけれども、実はこの老人、非常に怪しい人物なんですけれども、実は西の都の賢者というものでございまして、村のダンジョン化を止めるべく活動していたということがわかります。で、幸せの箱家にあるんですけれども、実はこの幸せの箱には兄弟となる邪悪な箱というものが存在しておりまして、そいつが今回の、村の各地のダンジョン化の原因だったというわけでございます。で、邪悪な箱を沈めるための封印の箱というものを作りたいので、トルネコを協力しろと言われます。というわけで、次の目的地、トロ遺跡で、先ほどの火吹山や迷いの森で受け取った、アイテムとなる、石のつぶやきを取りに行くことになりました。で、トロ遺跡は、まあ、これまでのダンジョンの総合したような感じなんですけれども、傾向としては、杖が多めに出てくるダンジョンでございます。また、魔法系モンスターが非常に多くいるので、まあ、なるべく強力な杖を拾って、おっと、レミール覚えたぞ。これ、すごい、早いぞ。あるぞ、これ。これは、あります。下手すると、世界記録更新も見えるかもしれませんね。これはすごい強い。おっと、いきなり激アツ展開になりましたね。これはぜひとも狙っていってほしいところ。このダンジョンは全14フロアなので、もう駆け抜ければもう一瞬でクリアもありえますね。いや、これすごいぞ。だが、ちょっとそうですね。対策の杖が全然ないので拾っていきたいですね。4階から魔法系モンスター出てくるんですけれども、非常に厄介なのが1匹いるので、そいつの対策になる杖が一つ欲しいところですが、とりあえずメダパリン杖を確保できましたね。このダンジョンも例によって罠が仕掛けられているので、運が悪いと先ほど覚えたレミーラを忘れてしまう危険性もあります。というわけで4階に差し掛かりました。メラミも覚えてるので、魔法系モンスター以外はもう完全状態ですね。で、敵もゆっくり見て、あ、魔法カンター覚えましたね。一応、鬼面同士ですね。こいつはどうするかな。お、歩いていく。アシルーラの特技を持ってるので、使われると厄介でしたが、使われることなく階段まで到達。先ほどは苦しめられたスモールグールもメラミならば一撃です。いいですね。ちょっと階段ちょっと遠いが。スライムナイトも、あ、いいですね。イカズチの杖は非常に強いですね。25ポイントのダメージの固定で与えられるので、魔法系モンスターに対策にとってぴったりでございます。
いや、これ本当にあるな。ありますよ、本当に。一応、世界記録ですと、トル遺跡の踏破タイムが、だいたい46分ぐらいなので、あと3分以内に15階までたどり着けば、クリアになり、世界記録更新のチャンスというわけですね。おー、いいな。これあるな、本当に。あ、一回素振りして。で、7階から敵が一新されます。で、一応起きている魔法系モンスターはいなくなるんですけれども、その代わりに倍速で行動するメタルライダーというモンスターが出てきます。あっと、危ない。これは罠忘れる可能性ありましたね。で、遠距離攻撃を持ってラロインプが出てきましたが、風地の杖で処理。ハロインプですね。メラミで処理。ハロインプも HP18 なので、メラミで一撃ですね。火薬壺とメタルライダー来ましたね。一発もらってしまいましたが、階段までたどり着きました。あと目の前に階段がある。ちょっとそうで回復したいですね。レミーラ呼んで、あ、隣にありますね。こういうのもね、レミーラがないと下に歩いてしまったら、ロスですからね。かなりでかいが。これは、レミーラ呼んで、メタルライダー起きちゃいましたね。これどうします？イオですか？イオで、そうですね。2回イオ唱えればおそらく倒せるので、それで行きましたね。イオは部屋全体にダメージを与える呪文です。あ、ちょっと。おっと、耐えられてしまった。イオのダメージは、10から25ポイントダメージなんですけれども、相当下振り引きましたね。デビルポットですね。こいつは仲間を呼んでくる効果を持ってますので、ちょっと行動される前に倒したいです。幸い HP は低いので、メラミで一撃です。この魔導士というモンスターが魔法系なんですけれども、基本的に今のように寝ていて、隣に立っても起きないので、まあ、ほとんど無害です。厄介な敵出ましたね。ここから敵がさらに強くなります。目の前にいるのがスペクテッドで、まあ、アストロンの隣で鉄化する、鉄の塊になるんですけれども、まあ、HP が50と高めなので処理が難しいです。で、もう一匹隣にいた、この鳥のモンスター、明治キメラが、こいつが非常に厄介で、魔法系モンスターな上に魔法トーンを唱えてきます。魔法トーンを唱えられるとしばらく呪文が使えなくなってしまうので、魔法使いにとってはもう致命的ですね。杖も使えなくなるので、最悪何もできなくなってしまいます。が、まあ、レミーラがあるのでそんなに絡まれずに進めそうですね。あともう一匹厄介なモンスターが出てきますが、ちょっと出てくる前に終わってしまいそうなので説明しておきますと、祈祷師というモンスターが出てきます。祈祷師というモンスターは、10マス離れたところから杖を振ってきます。しかも見えないところからでも振ってくるので、いましたね、こいつですね。こいつですね、厄介ですね。ちょっと火薬壺の爆発で飛ばしますね。あ、もう一匹いるが、これはどうする？形2回で安全に処理ですね。この祈祷師というモンスターは HP45 なので、祈祷師、じゃあ、三日月の巻を2回で倒せます。が、三日月の回数がちょっと少ないので、ここは離れている右から来た敵を場所替えして、ちょっとショートカットかなーってところでしょうか。とりあえず安全のために祈祷師処理して、メラゾーンは今更覚えてももう遅い。とりあえず階段には行けそう。ホットラリフォーもある。というわけで、トロ遺跡クリアです。早いですね。48分だと、そうですね、自己ベストは更新できそうですね。ただ、ちょっとこの後、ラスボスが控えているんですけれども、ここまでの道のりが行けるかどうか。
で、自己ベスト見えるということですけども、走者のモズさん、これはもうセーフティーセーブせずに行きますか？いや、さすがにセーフしない、しますね。いますか？積んでしまうので、26。そうですね。そうですね。もうさすがにここはイベントということで、大人の対応。あと、そうですね、序盤が結構遅かったので、はい。そうですね、墓場までがめちゃくちゃ遅くて、それをなんとか後半の運で取り返す形になっていったので、まあ、まだまだね、狙えるということでね、今回は安定したクリアを目指したいです。はい、承知しました。そうですね、上振れは今度の記録更新取っておくということで、今回は、まあ、とりあえず安定を取って進むということでございます。というわけで、ゲームでは、邪悪の箱からの資格が送られて、なんとトルネコの家を焼き打ちを行いました。ここはネネさんの、必死の、救出によって、幸せの箱は無事に保護されました。いや、危ないですね。いや、焼き打ちを行うなんてとんでもなく邪悪な箱ですね。というわけで、次のダンジョンが、不思議なダンジョンで、最終ダンジョンとなります。で、その最後にいる邪悪な箱を倒して、邪悪な箱の部屋にある扉の前に立ったところがタイマーストップとなります。で、まずは、ダンジョンに挑むための仕込みを行っていきます。まずアイテムを全部預けて、で、お金も預けて、で、右下にある老人の家に行って、完成した封印の箱を受け取ります。で、封印の箱を受け取ったら、そのまま不思議のダンジョンに向かいます。いや、しかし、アイテム全部預けて、不思議のダンジョンに挑んで大丈夫なんですかね。やばい、これ、持ち込みありなんだから、10個持ち込めるのに持ち込まなかった。ああ、もったいない。ああ、やり直さないと。ああ、ちょっとミスしちゃいましたね。ああ、痛いな。間違えて全部預けて入ってしまいました。というわけで、一回諦めるを選んで村に戻ってきます。というわけで、気を取り直して、倉庫から必要なアイテムを持って、もう一度不思議なダンジョンに挑んでいこうかなと感じですね。ここで、まあ、セーフティーセーブですね。5秒ぐらい取られますが、まあ、背に腹は変えられるという感じです。で、忘れずに銀行からお金を受け取って、ます。で、ちょっと、そうですね、そのまま挑むの怖いんで、魔法屋というところに行って、ちょっと、魔法使いの力を借りようかなと思っております。魔法使いのバシルーラに頼んで、不思議のダンジョン26回、あれ？おかしいぞ。さっき1回で帰ってきたのに、なんで26回に？というわけで、本日の目玉バグ第3号が、この不思議のダンジョンスキップでございます。が、初手で敵がいるので、しかも、階段めちゃくちゃ遠いですね。これもう初手目がってでいいんじゃないですか。きつそうじゃないかな。大丈夫か。いやー、場所が、ドラゴンだったら死にますしね。あと、このダンジョン、透明なモンスターの怪しい影が出てくるんですよね。あー、飲まれてる。いけるか。一応負ける敵ばっかりではある。あと後ろにドラゴンがいますね。このドラゴンの攻撃浴びると30ダメージ受けて即死してしまいますので、ちょっと危ないが、おっと、これで下に怪しい影いなければ階段まで行けそうですね。というわけで、ラスボスのいる27階まで来ました。メガンテで、おっと、成功しました。よし、邪悪な箱討伐完了。というわけで、無事にラストボスをメガンテで吹っ飛ばして、
終了ですね。で、これで上にある扉の前に立った瞬間がタイマーストップです。はい、タイマーストップです。お疲れ様です。記録は、53分50秒で、これはそうですね、自己ベストにちょっと足りなかったところですが、かなりいいタイムが出たのではないでしょうか。というわけでエンディングが始まってしまいますが、そうですね、今作ドラゴンクエスト2、違う、ドラゴンクエストキャラクターズ、トルネコダンジョン、トルネコの大冒険2はエンディング見せられないようになっているので、このクリアリザルトの画面で終了になります。はい、それでは、奏者のモズさん、完走した感想をお願いします。はい、無事負けずに完走できてよかったですね。ちょっと序盤がかなり遅くて、まあ、どうなるかなって感じだったんですけど、後半の上振りでなんとか、まあ、自己ベプラス50秒ぐらいの、まあ、いい感じのタイムで出せてよかったですね。まあ、今回ちょっと、ね、走るにあたって解説の若菜さんにいろいろアドバイスをもらいながらチャートを練ったりとかしながらで、結構練習いろいろ練習も付き合ってくださって、まあ、感謝しております。以上です。はい、ありがとうございます。まあ、私からも簡単に、感想を述べると、まあ、私もトルネコ2が RTA を始めるきっかけになったゲームだったんで、まあ、こうやって不思議のダンジョン RTA フェスで解説として参加できてとても光栄でございました。で、最後に、まあ、軽い宣伝なんですけれども、私ワカランは明日の風来の試練2ビンゴチャレンジでも解説を担当します。ビンゴチャレンジでは風来の試練2を極めた 3人が協力して難しいお題に挑戦するという大変面白い企画でございますので、よければ見てくださると幸いでございます。では次のゲームはアナザーアイデン時空を超える猫です。引き続きお楽しみください。それでは皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。